どうも、今日は肩甲骨ロックの話ですね、をします。で、これはショートで共有した肩のラインですね。地面と平行になる肩のラインを、腕が超えてはいけないっていう、ショート動画あげましたが、あれの、ちょっと簡単な説明になりますね。今示している通り、パンチ打つときにですね、肩の、水平のラインから腕が上へ抜けてしまうと、本来使われるべきではない筋肉に負担がかかるんですよね。多分これは僕の仮説なんですけど、だから怪我とかを導いてきますね。小さな筋肉、本来は腕を強くスイングするための筋肉ではない部分に、負荷がかかってしまう。なので、怪我をする。で、その原因としては、根本的な原因はおそらく、その運動に適した骨格ができていないから、もっと言うと、腸腰筋や前鋸筋、小胸筋っていう筋力が弱くてですね、そもそも体の構造自体が運動に向いていないんじゃないかってことです。だから怪我につながってしまうということですね。なので、これはこの水平のラインを意識して殴ろうというよりは、肩甲骨をロックすると、このラインを腕が超えなくなりますね。より強ければ強い方とそうなってくると思います。腸腰筋や前鋸筋が腕をですね、あばらの方に引きつけてくれるからですね。だから腕って上がりにくくなるんですよね。で、これは多分ボクシングジムで言われる脇を締めるっていうこととちょっと近いんじゃないかなと思っていて、ただ脇を締めるっていうのは、ペタッとですね、体の側面に腕をくっつけるんではなくて、どちらかというと体の前面、あばらに腕を乗せるような形になりますね。多分こういう姿勢を作れると腕が強くスイングできるというか、そう、腕を強くスイングできる人だけが脇を締められるって感じですね。もう生まれつき強い人が脇締めろって言われたら脇締めれるってこと。生まれつき弱い人が脇締めろって言って脇締めたら、体の側面にペタッとくっつくんで、それはあんまり合理性がないんじゃないかと思ってますね。はい。だから脇を締めるにも、脇を締めるっていう簡単なボクシングの動きをやるにしても、小胸筋や前胸筋、腸腰筋などの根本的な体の強さが必要になるということですね。で、今表示している画像を見てほしいんですけども、170センチぐらいの身長のカネロが、190センチぐらいあるスミスっていう選手の顔面へフックを叩き込んでいる場面なんですが、肩の高さ、水平のラインを保ちながら、高い打点ですね、拳の打点を達成するためにはですね、脇腹の収縮が必要なんですよ。今、カネロがやってるみたいに、左の脇腹を収縮させて、右の肩を高くするってことですね。で、さっきのロイ・ジョーンズとかトリプル G の動画を見てもらえば分かるんですけど、そういう風にしてですね、角度を作ってるんですよね。肩で高さをコントロールしてるんじゃないんですよ。肩関節で、パンチの高さをコントロールしているのではなくて、大腰筋ですね、脇腹を収縮させて、パンチの角度を変えているということだから、そもそもこれもそうなんですが、根本的にですね、これ大腰筋が強くないとこの動きできないんですよね。で、だからですね、すごいね、差があるなと僕思うんですよ。この仮説が仮に正しいなとしたら、で、そもそもですね、生まれつき弱い人たちは、この彼らの動きは理解できないわけですよ。なぜそうなっているのかとか。大腰筋が弱いし、使ったことないんで、形だけ真似してもおかしくなるわけですよね。結構これ残酷な差があるなって今最近感じ始めてるんですよ。だから生まれつき強いやつはどん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 強いパンチ、合理的な動きに体が修練していくんですが、生まれつき弱い人たちはどん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 非合理になって、で、最悪怪我でですね、終わるっていう感じだと思うんですよね。で、日本人はもう人種的にも弱いっていうことは統計的な事実でもありますし、皆さんもですね、テレビとか見ててそう感じること多いんじゃないかなと思いますね。その体の強靭さで言えばですね、白人とか黒人とかにはかなわないんですよね。で、
とはいえですね、日本人に体が強い人いないかっていうと、そういうわけではないんですね。まあ、割合は海外の他の人種と比べると少ないかもしれないんですが、まあ、いるわけですよね。そういう人たちは、ボクシングに、まあ、広く普及している価値観とか練習法とか考え方ですね、に付き合うと多分その才能を生かせない。自分の感覚に従ってやっていった方がいいですね。なんでかっていうと、カネロとかですね、ゴロフキンとか、ロイ・ジョーンズの感覚を知ってる人っていないんですよね。多分日本にほぼいない。いないんですよ。だから、彼らの技術を教えられる人がいないんですよね、日本には。僕みたいに、なんかいちいちこう厳密にどうなってんだって考える人もいないからですね。だから、多分弱者の認識が支配的で、まあ、もともと体が弱い上に、その弱者の認識によって弱体化させられたボクシングをやっているって感じですね。で、特に体が生まれつき強い日本人は、まあ、足を引っ張られていると思います。ただ、このに生まれつき体が日本人強い日本人っていうのは、まあ、ボクシングには僕はいるとは思ってなくて、多分他の競技に引き抜かれていくんですよね。そもそもボクシングにいるわけないと思いますね。そういう人って目立つんで、まあ、陸上競技とかですね、まあ、野球とかサッカーとかそういうところにまあ引き抜かれていくんじゃないかなって思ってます。ただ、まあ、それを認めてしまうと、僕も含め皆さん悲しくなると思うので、まあ、なんとかですね、ここに食らいついていこうってことなんですよね。で、まあ、今説明してきた通り、この前鋸筋、小鋸筋だけじゃなくてですね、大腰筋の強さも必要なんですよ。肩のこの水平のラインから腕が、上に行かないようにするには大腰筋の収縮も必要になってきますね。だから、前鋸筋、小鋸筋だけ鍛えても本当に強いパンチ、本当に強いパンチとかいろんな、まあ、一流選手のような角度って実現できなくて、腸腰筋とか大腰筋も徹底的に鍛えた方がいいですねと思われますね。というか、まあ、そうしないと多分構造的に起きないですね。真似しようと思ってもできないと思いますね。別の、真似しよう、大腰筋の収縮を真似しようとしたところで、大腰筋が動かないのであれば、動くほど強くないのであれば、他の動きを代償する羽目になって、で、そこからまたどんどんですね、まあ、要するに間違った非合理な動きなので、そこからまたさらに非合理が導かれて、またその非合理がその別の非合理をという形でこう無限にこう循環していくんですよ。自己強化循環でどん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 弱くなっていくんですよ。だからまずは、形だけ真似するんではなくて、その本質的にですね、何がどうなっているっていうのを理解して、だから大腰筋ですね、大腰筋ももう徹底的に鍛えると、腸腰筋を徹底的に鍛える。ということ、これが、まあ、要求されているなと思いますね。で、YouTube のコメントの質問であった、まあ、肩甲骨ロックの感覚ですね。ただ僕、これ肩甲骨ロックに関して言えば、あまり意識する必要がないというか、普通に腕を持ち上げるだけでいいんですよね。まあ、骨盤が前傾して、胸椎が後弯しているのであれば、意識するまでもないって感じですね。普通に、というか、そうなった場合、構造がそうなった場合、生きてるだけで前鋸筋、小鋸筋が効くので、勝手に肩甲骨がロックされるんですね。腕を動かそうと思ったら勝手にロックされますね。はい、なので、こう構造を作るのが大切なんですよね。なんか、前鋸筋と小鋸筋が下から腕をこうグッて押して支えてくれてる感じはあるんですよね。腕が肩、肩関節にぶら下がってるっていう感じじゃなくて、腕がですね、下からこう持ち上げられてるような感覚がありますね。もしもそういう感覚、なんか、これ、ケツに乗った時、股関節に乗った時も同じなんですね。股関節に乗った時も、下から押されるような感覚があるんですよ。その、ハンモックに乗ってるような感じですよ。なんかこう、ふわふわ、なんかこう、バネで押されてるような感じあるんですよね、下から。で、それと一緒で、肩甲骨をロックした時も、下から腕をこう押して支えてくれてるような感じですね。まあ、これ、フィジカル弱い人は多分おそらくなんですが、肩の筋肉で引っ張って支えてるような感じになると思います。だからちょっと疲れる場所も違うんですよね、多分ね。その根本的、生まれつきのフィジカルさによって、疲れる場所も違う。だから結構残酷なんですが、まあ、とにかく下から押してもらえるような感じ。ケツに乗った時もそうですね。肩甲骨に乗った時、あ、股関節に乗った時も下からなんか支えてもらえるような感じになりますね。で、肩甲骨ロックも同じで、下から支えてもらうような感じ。下からこう、グッと押してこれる、押してもらってるような感じですね。多分これ肩甲骨にくっついてる前鋸筋とかですね、小鋸筋の作用じゃないかなと思いますね。で、腕はですね、前に行きますね、勝手に。
横に来ないんですよね。前につきます。ロイ・ジョーンズ・ジュニアとか、ジョージ・フォアマンとか、ベッテル・ビエフとか、まあ、ちょっとまあ上げればキリがないですけど、そういう腕の置き方になります。ガード下げるときもですね、そうなってますね。ガードを下げたとしても、ガード上げずに下げたとしても、なんか下から支えてもらってるような感じ。この腕の接続が完全に切れちゃうと、前鋸筋と小鋸筋が休んで、瞬間的に対応できないんですよね。多分メイウェザーとかフィリー・シェルスタイルの選手も多分前鋸筋効いてるんですよね。前鋸筋、小鋸筋、肩甲骨ロックが効いてる。多分そうなって、だから彼ら腕下げてても早いんですよ。見たら分かりますよ。なんか動き緩慢なんですよね。ロックできずに動いてる人って、一個一個の動きが緩慢なので、見たら分かりますね。だから、まあ、腕下げるにしても上げるにしても、前鋸筋と小鋸筋で腕を支えられてる感じがするって感じ、下から押してもらってる感じがするっていう感じですかね、感覚としては。ちょっとこれ言葉で説明するのは難しいですが。で、まあ、大事なので繰り返しますが、これは意識するっていうよりは、勝手にそうなるって感じですね。なので、こう多分肩甲骨の動きなんですけど、多分股関節ぐらいからつながってるんですよね。もっと言うと、多分床の踏み方から多分つながってるんですよ。だからちょっと、まあ、いろんなとこからですね、アプローチしてみてほしいんですよね。肩甲骨のロックする筋力を鍛えてみる。で、今度は逆に股関節、骨を踏む筋力を鍛えてみるとかですね。まあ、僕がですね、骨盤が前傾した時の姿勢の動画も上げてるんで、そっちを見てほしいんですが、足がですね、前に生えているかですね、床に対してこう前に生えているか、結構上に向かって生えている人多いので、ここも気にしてみる必要がありますね。で、あと、まあ、やっぱもっと大切なのはですね、もう受け入れてしまうってことですね。勝手にある日分かるときは来ると思いますね。体鍛えまくってると、僕の言ってる筋肉鍛えまくってると分かってくる日が来ると思います。ある日ね、多分ピンとくると思いますね。ちょうどきちんとですね、前提条件を揃えて、まあ、それぞれがこう一気に達したときにですね、現象が想定するんで、これかっていうのが分かるんじゃないかなと思います。なので、あまり焦らずですね、焦ってやろうとすればするほど可能性を失っていくので、いろんなやり方で試してみて、まあ、遊びながらボクシングやってて、で、体を鍛えまくっていれば、これかっていう日が、まあ、来るんじゃないかな。で、それをまあ楽しみにしてればいいんじゃないかなと思います。